チス、誰も知らない狩人、イカれたゴスケです。もうすぐ、任天堂ダイレクト、それから、東京ゲームショー、ペッペイ、東京ゲームショーが、やってまいります。こちら二つ一応説明しておきますと、任天堂ダイレクトは、任天堂、まあ、スイッチが今はもうメインかな。任天堂スイッチの新作発表であったり、バージョンアップの発表の場ということになっております。当然、モンスターハンターライズも含まれます。そして、東京ゲームショー。こちらは年に一回の、まあ、ゲームのお祭り、祭典ですね。いろんなブースが出展、ブースは出展されないか。ブースは出展されない、される？あんまり行ったことねえんだ。昔コスプレのお姉さんを見るために、なんか言ったような記憶がありますが、まあそれも遥か昔。まあそちらの方ね、当然ゲームの祭典ですんで、任天堂ダイレクトに発表されたもの、発表されてないもの等々が出てくるわけです。まあ、プレイステーションの最新作とか、5の最新作とかも出てくるんでね、そういった面でもまあ注目なんですけども、当然、モンスターハンターの最新情報の場になる可能性もあるということになっています。ただね、去年だったかな？去年は確かあんまりいい情報出なかったんですよ。確かモンスターハンター。なんか待ち望んでいましたけども、若干微妙だったような記憶がございます。確か。あれ、東京ゲームショーでライズが発表されてたら申し訳ないね。私の記憶なんでね。で、まあ、なんでこの画面を開いているかというと、まあね、モンスターハンターシリーズっていうのはね、バラバラに出てるように見えて、実は発売日っていうのは結構、時期的なものっていうのはある程度整ってます。もちろんね、一番最初の作品から数えれば、もう18年経っていますんで、初期の頃から全く同じっていうわけではないんですけども、この一覧表を見ていただけると、なんとなく予想ができるんではないかなってことでね、皆さんにもね、ぜひコメント欄の方等々のね、お話を、見ていきたいなと、書き込んでいただきたいなって形で、この画像をね、出しているわけでございます。モンスターハンター初代、それからモンスターハンター G。この時点で、まあ、プレイステーション2なんだね、3じゃないんだね、2がですね、だいたいまあ、G9 っていうのは出るんですけども、G9 じゃない、モンスターハンター G は G9 じゃないんだよね。まあ、とりあえずね、1年ほどで出ております。1年経ってないですね。そして、モンスターハンターポータブル。このモンスターハンター2あたりぐらいまでは、そんなに内容としては変わらないんですよ、実は。モンスターハンターの大型アップデーみたいなね、感じになっています。なんでね、まあ、そんなに大きく変わらないですけど、一応新作という形になってますね。で、2004年、そして2005年、次がもう2005年の12月だから、まあまあ約1年ですね。1年未満。そして次が、2006年の2月16日。もうこの辺も1年。そして、モンスターハンターポータブルセカンド。ここからモンスターハンターが爆発的な人気を得ますんで、このあたりからがちょっと要注目かなといったとこです。1年おきに出てますね。2007年2月22日。そして2008年3月27日。ここがモンスターハンターポータブルセカンド G。まあ、最も売れたわけではないけども、最も多分モンスターハンターを世に知らしめた、カリ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 ばっかり、モンスターハンター G! だからね、この時代じゃないですか。このあたりからがもう確固たるものになってきたんじゃないですかね。そして、待望のモンスターハンタートライ。まあ、完全新作。今までっていうのは割と、同じような世界観でモンスターも大体ね追加されることはあってもって感じだったんですけども、このトライで一気に変わってきます。ここで1年半空くわけですね。そしてモンスターハンターポータブルサードで、まあまあハード HD バージョンとかさておくとしてね、まあ、ここもまあ大体1年半ぐらい。まあ、大体だから、モンスターハンターポータブルセカンド G ぐらいから、モンスターハンターもそろそろ次のステップに行くよってところで、1年半ずつぐらい、ちょっとだけ伸びてきてるんですね。そして、モンスターハンタートライ G。ここはまあトライの G ですから、サードが12月1日。もうちょっと5文字がいっぱいでもう見にくいんだけど、2009年、ちょっとここね、細かい微妙なラインではあるんですよね。モンスターハンターポータブルサードには、G級がない唯一の
モンスターハンターってことになってますね。ちょっとここややこしくなるんですけども。まあ、トライが2009年8月1日。で、トライ G が2011年12月ってことで、ここ2年以上空いていることになります。ただ、間にモンスターハンターポータブルサードが入っているということになりますね。そして、ここからが、まあ、最近では割とおなじみ。モンスターハンターの売れ行きもぐんぐん伸びて、プレイヤーなんかも増えていった頃になると思われます。モンスターハンター 4-3DS ですね。2013年9月14日。そして、モンスターハンター 4G が2014年10月11日。この時、G まで約1年。まあ、ほぼぴったり1年ぐらいですね。そして、モンスターハンタークロス。もうここまで来るともうみんなやったことあるんじゃないですか。2015年11月28日。ただ、モンスターハンターダブルクロス。モンスターハンタークロスの、まあ、G 級相当にあたるタイトルですね。これが2017年3月18日。G 級のタイトルが出るまでに約1年5ヶ月ぐらい。4、5ヶ月。4ヶ月ぐらい。経っていることになります。そして、まあこの辺はね、ニンテンド、あ、モンハン、ダブルクロス、ニンテンドースイッチ版も出ますけども。で、そして、ここから、また大きなステップが入るわけですね。一番売れたとされる、モンスターハンターワールド、2018年1月26日。そして、モンスターハンターワールド、アイスボーン、2019年9月6日。ここで、明確に、モンスターハンターの、まあ、G 級相当の作品が出るまでに、1年、半以上かかっていることになります。そして、次の、まあ、そっからさらに1年半後ですよね。モンスターハンターライズ、2021年3月26日。で、まあ、PC 版が一応ね、2022年に出るということになってます。さあ、ここから導かり出せる。発表としては、この時ね、結構大事な面としては、アイスボーンが発表されたのって、かなり前なんですよ。アイスボーンが発売する1年近く前だったんじゃないかな。年末年始ぐらいじゃなかったかな。だからもう9、10ヶ月前ぐらいになったんですね。なんで、それも込みして、だから発売ではなくてね、発表だよね。モンスターハンターライズがいつ発表されるのか。G 級相当の作品が。ってなると、現在、9月6日。もう約半年が過ぎ去ろうとしています。で、東京ゲームショウ等々が来るタイミングを考えると、まあ、例えばモンスターハンターワールドアイスボーンだったら、ちょうど1年前ぐらいに発表されてますんで、もう発表されてもおかしくないはず。これ毎回言ってますけど、ただ去年の騒動がありましたんで、どうなって、開発状況がどうなってるかわかりませんけども、それを抜けば、もう発表されてもおかしくないはずです。なんでね、私個人の意見としては、東京ゲームショー、ニンテンドーダイレクト、付近、そこで発表されなくても、まあ何かしらまた、モンスターハンター、カプコンのね、単独生放送、録画生放送ライブとかが、この辺の盛り上がりに乗っかってやってくる可能性ってのは大いにあるのではないかなというとこです。これには任天堂スイッチの話なんですけども、任天堂さんはね、ゲームハード機の寿命を伸ばしていく方針だそうですね。っていうのは、まあ簡単に言うと任天堂スイッチの、次期ハードを出すまでのスパン。っていうのを今までよりももうちょっと長くしようということになっています。それに伴って、まあ、モンスターハンターも割と一個一個のゲームを寿命を長くしているようなイメージがあるんですよね。アップデートの仕方等々もあると。ってことは、モンスターハンターライズ発売から1年後よりは1年半後という可能性が大きいんじゃないかなと個人的にはね、見ておりますが、でも確かに、モンスターハンターワールドと比べると、モンスターハンターライズっていうのは、イベントとかに関しては、さすがにすごい大きいやり込み要素とかの入っているものっていうのは、まあ確かに少ないんですよ。なんで、それを加味するともしかすると、要は、モンスターハンターライズの次回作、G 級ではなくてね、ライズの次回作までのスパンを埋めるために、ある程度コンパクトになっている可能性っていうのも、まあ、否めない
って考えるともしかするともっと早い段階にパソコン版が2022年年初頭に発売予定されていますんで、この辺に合わせて発売される。そして PC 版も数ヶ月 2,3 ヶ月遅れて、まあ、G 級相当のタイトルが発売される流れ。そして PC 版を取り入れたところで、まあ、プレイステーション5版はただまだちょっと早いような気もしますけども、まあ、プレイステーション4プレイステーション5パソコンでプレイ可能な、モンスターハンターワールドの時に言われていた、今後10年を担うことになるであろうと言われていたモンスターハンターワールドを基盤としたモンスターハンターが出るっていうのが、まあテンポよくテンポ崩さずにいけるラインではないかなと思います。モンスターハンターライズのもう全体の総評、ネガティブな意見っていうのは めっちゃ目立ちますけども、だから確かにね、モンスターハンターワールドに比べると先ほど言った通り、クエストの総数であったり、クエストのやり込み時間的なものは短いっていうのは、多分運営の方にもね、開発の方にも届いていると思いますんで、そこはね、先行き、見通し力に定評のあるカプコンさんであれば、一つ頭に入っているんではないかなと思われます。ただまあ、まあね、去年のことあったからな、万が一ここで少し間が空いちゃってもって思うんだけど、大企業としてはそこは逆に開けずに生きてんじゃないのっていうのね、ここ一つありますね。なんでそろそろみんなが待ちわびているであろう、G 級相当の情報っていうのは出してくるんではないかっていうのが私の予想でございます。まあ今回はね、サクッと病み上がりなんでね、こんなところで終わっておきましょうか。あ、でもね、12分ぐらい喋ってましたね。それでは、誰も知らない狩人、イカれたこすけでした。